それでは7日目の朝、はい、はい、始めていきたいと思います。7日目の朝、おはようございます。おはようございます。最終日、おはようございます。今日でみんな死ぬ、今日でみんな死ぬ今日でみんな死ぬ。よし、じゃあ俺はあの、はい、警察署あさりに行くぜ。ま、今7日目にですか？え、余裕ですね、余裕ですね。だって少しでもいいものがあるなら、そうですね、手に入れておきた、おきたい。なんだあれ、ウロチョウしてんの？クマ？いや違う、あ、なんだ、あ、豚、豚、びっくりした。なんかゾンビがハマってる。え、だってもう7日目ってやることないでしょ？7日目今のところは、あとはまあ拠点はあの最後閉じるんで、ちょっと早めに帰ってきてもらえれば。じゃあ、え、19時集合ぐらい？うん、そのぐらいでいいんじゃないですか。オッケー。あの、この鉄の扉8000とかあるんですけど、マジっすか？多分なんかゾンビめっちゃ湧いてるな、ここ警察署の周り。あ、井戸がある。井戸の下も確か拠点になってるんですよね。井戸の下？うん、拠点。いや、知らないですね。なってるっぽいっすよ。へぇ、マリオじゃない？うん、これ意外にあれだな、クロスボウ照準つけづらいな。どこなのかわからない。狙いつけない方がいいです。引いた状態で。なるほどね。狙いつけると分かんなくなっちゃうんで、引いた状態で。腰ダメってことね。そうそう、腰ダメの方がいいです。やばい、ゾンビ多いぞ本当に。でも倒そう。ここまでで2000減った。あー、でもクロスボウだと積極的にあれだね、ヘッドショット狙っていけるね。行きます行きます、まっすぐ飛ぶんで、タイミングさえうまく合わせれば。お、なんかこのゾンビすげえ銃の弾とか持ってる。なんだ、ラッキーゾンビ。ラッキーゾンビ、ミリタリーゾンビ。よっしゃ、レザーアーマー、あ、なんかレザーの設計図か。クロスボウの設計図いらねえよ俺読んじゃいますよ。うん、どうぞどうぞ。ポスト上上がるんで。なかなか出ないの。よし、このピッケルの威力あんま変わ、結構分かりづらくないですか。喋らないんですよね、あいつ近くに寄るまで。ま、そうそう、マスクしてるからじゃない？あ、なるほど、そういう解釈ですか。うん、マスクしてるから静か、やばい、感染しちゃうって。マスクしなきゃって。結局こう、もうないな、終わりだな。やったぜ、ペイデーだ。ペイデーマスク、ペイデーですよねでも全部開けた先もまた全部開けるの大変なんですけど4つぐらいは開けられるはず。そのうち1個でもなんか出てくれれば。そうっすね、耐久値的にもまだいけるはずだから。ライト持ってくれよかったなぁ。ああ、ガンセーフある。よし。よし、クソ。ろくなもんが出ない。はあ、次は、どれやろうかな。やっぱ余計なの置いてくればよかったな。ガンセーフ開けてみようかな、これ。
なんか射撃場みたいなのあるよ。開けよ。よっしゃ。開けよ。やっぱ、まあでも夜はパーティーですよね。パーティー、まあ7日目なんで。でもまだまだ僕らのレベルが低いんでね。マジが。余裕のパーティーですよ。ハンティングライフルストック。持ってこ。ゾンビの攻撃。こんなところで肉を持ってはやばい。ここで肉はやばい。聞いてください。ん？はい。ソードオフショットガンの絶決です、はい、ナイス。やった。作れるんですけど。いらない。いやいや、作れますよ、多分一丁。よし、帰る、俺は。俺は帰るぞ。ああ、ゾンビいっぱい入ってきてる。パーツ揃ってたと思うんで。弾があんまないですけど、十何発。弾がないのか。よし、一回帰ろう。弾が十何発ぐらいあったような気がしますよ。でも。とりあえず私に帰ります。救援物資来たよ、救援物資。このタイミングで？あ、あそこだ、結構近くないこれ。あれこれ近いんじゃないの？ね、これ結構近そうだよね。なんかあるか、なんかあるか、なんもないな。よし、取りに行ってこよう。山より手前に落ちてくれればすげえ助かるんだけど。行くの？結構遠いくない？遠いよ。結構遠いっすね。うん。さあ、どうしよう。今、向かってます、私。あ、ほんとっすか。あのショットガンの設計図、どこだろう、左側のところに入れときますね。了解、はい、本物の銃そのものが入ってるとよかったんですけど。うん、縦3つやったから品質が良くなっていきます。まあ1ポイントとか2ポイントぐらいですけど、大してもよく。紙ピストルバレルいらねえよな。え、入れておいてくれれば俺使うよ全然。あ、入れときますね。1個今開けたのが、うん、ピストルバレルの160が出た。なるほどね。ここでやるのはそろそろ限界かもしれないです。こっち側でやった方がいいかもしれないですね。広いんで。あ、125のピストル出ました。ええ。ハンティングライフルバレル、ショットガンストック、ソードオフのパ、あれか、ストックか。よし、あと4つ。なんかこれバラ71ハンティングライフル、あ、普通のショットガンの設計図手に入りました。やったじゃん。あとハンティングライフル自体、あ、529ってのが手に入りました。あ、それすごいね。これはいいや。529の、はい、それすごいですね。それほんとすごい。まあ耐久値も半分ぐらいしかない、半分切っちゃってますけど。あー、でも十分いけると思う。一晩超えるにはだいぶいいですね。じゃあそれ僕は使わせてもらいます。クロスボウの設計図今さいらねえよな。え、サメキスさん読んでないから。うん、さっきもう読んだ、うん、4枚目出ない時はほんと出ないんですよそれ。あ、そうなんですか。出ない。僕3週にわたって出なかったことありますからね。15のさじ加減がよく分かってないです私は。これフェラルで死ぬとゲームオーバー？いや、そんなことないですよ。じゃあ死にまくってその日を超えることはできるってこと？まあできますけど、多分スタミナの上限値が70まで落ちますね。それが最低なんだ。最低なんだ、それが70は最低ですね。結構やってみれば分かると思いますけど、スタミナ減るの辛いでしょう。
そう。まあ結構、なんか作業するのに案外差し支えが出てくるから。走ったりするとすぐ、息上がっちゃったりして。うん、51、じゃあ51振れます。アウトロー50振れますけど、5取れますけど。あ、いや、神。ピストルをある程度上げていかないと、ピストル？アウトローも上げられないんですよ。最初になんか、すげえ上がるけど。アウトローが上げられるんだったら、アウトロー上げちゃった方がいいのかな。そう、アウトローの方がいいと思います、多分。もう一回も敷き詰めちゃいます？一回敷き詰めます。帰ってきました。今もうちょっと待ってください。あと5秒。はい、じゃあ5秒で敷き詰めます。はい、3、いやいや、5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 
よしよしよし。ライフルを作っちゃってください。うん、ライフル作ります。やばいな、時間がないね。うん。あと1時間。ショートショットガンは僕が。ハンティングライフル。あれ、完成品、完成品、これね。すごい、すごい品質のショットガンになりそう。やばいよ。なんかあってもなくても変わらないようなショットガン。まあいいや。そうそう。バレる。レシーバーはこっちのが優秀なんだな。なんでこれアーモン入ってんの。ショットガンできました。おお、いいですね。いいですね。品質97。うわ赤い、空が赤い。え、もう赤くなってきた。ドムーン出ました。月が出てきてる。あー、もう10時になるのか。はい、10時になりますよ。よし、ハンティングライフルできた。やった。それはハンティングライフル、どこだ。入れた。いいっすか、はい、使って。いいよいいよいいよ。あざっす。やばいやばいやばい。もうこれで戦おう。行きましょう、これで行きましょう。行こう。あれ、9ミリ、あ、10ミリの弾なのか、これ。 7.62 ですね、ハンティング。あれ、9ミリと10ミリあんの。うん、あるある。9ミリと10ミリがあります。10ミリは、あの、なんだっけ、これ、誰がどっち方向守るとか決める？まあ、適当に、どうせ一方向から、あ、いや、いろんな方向から来るんで、うん、じゃあ、僕、ノース側見てます。ノース側。みんな、重火器は持ってるんだよね。持ってます。OK。じゃあ、いきなりもう重火器で戦っていく感じだね、最初は。そうっすね。OK。できるだけ重火器で、バンバン。バンバンバン。これもう降りてった方がいいんだよね、ここね。来た。ノースウェスト、1名。ノースウェスト、まだまだあれは。まだ始まる、あと2分。始まる。来た。あ、走ってきた。リローディン。リロードしなかった。殺そう。ノースウェスト方向がいっぱい来てんな。ナイスショット。ノースウェスト。あ、ごめんなさい、サウスウェスト、ごめん。サウスウェスト。来てる来てる。ウエスト方向から来てる、続々と。はい。もういっぱい来てる。この位置は打ちづれえな。一個下降りるか。え、床まで降りちゃう？あ、いやいや、僕ちょ、屋上にいたんで。床まで降りますか？いいよ。ゴートゥー、木の枠の間って貫通するんですか？するする。貫通します、貫通する。ゴートゥーヘル。お、いい音してるね。いいよ、しますね。これ下に来たやつを撃つって感じの方がいいよね。そうっすね、下に来たやつを撃つって感じの方が。真横に撃ってると多分同士撃ちしちゃうよね。ヨーディー。なんかこれ当たってんのか。燃えてんのか、あれ。なんか燃えてるやついる。燃えてるゾンビいますね。燃えゾン。燃えゾン。あ、なんか止まった。ああ、危ね。
落ちたのかと思った。ナイス、いいショットガンの音だ。ところがです、ラスト、ラスト一発終わった。ショットガン早い。防ガンヌ、防ガンヌで防ガンヌできます。なんか走ってる音するけど、なんか下にいるな。レベルが上がった。なんかみんな銃なくなっちゃったの。もうまだいっぱいありますよ。てか何時？あ、まだ23時。まだ23時。やばい、なんか壊されてる気がする。当たってない。あれ、シンさん動いてますよ。動いてる。あれ、なんか止まってる。なんかね、多分ラグがね、ひどいんだよ、これ。あー、一気にわーっと湧いてるからな。止まってる？嘘。これ、シンさん撃ってます、撃ってます、撃ってます。死んでんのかな？いや、これだけ。あ、動き始めた。聞こえた、聞こえた。すげー止まってた。うちのゾンビです。数が多すぎてラグいんですね。うん。多分そうでしょ。多分ゾンビの数増やすとラグくなるんだね。いやもう針がほとんどないっす、この辺。結構やばい。危ない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 、この俺の時しちゃダメだよ、撃ってるから俺。あー、ごめんはいはい、やばい。あれ、うわ、なんだあいつ、くるくるくる。あ、これ死んでんのかわかんねえな。もう無理もわかんねえ。当たってるかどうかが。すごいターンテーブルみたいなゾンビだけど。めっちゃくるくる回ってる。やばい、弾なくなった。やばい、了解。ほんとだ、ターンテーブルみたいな。ターンテーブルみたいなやついますよね。いるね。ぐる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 。あ、危ない、落ちる。一人やった。止めてやったぞ。強いとくる。うわ、まだ来るよ。いや、もうこれ朝までずっと来るんじゃないの。朝まで来ますよ。朝までひたすら来ます。やっぱ扉に集まるんだ。ぽいっすね。入り口だ。ちゃんと入り口を認識してる、うん、じゃあ入り口50個ぐらい作れば。あ、分散するって。でも分散するのも良くないんだよね、多分ね。壁よりはるかに入り口弱いんで。近づくとき言って、近づくとき撃っちゃうから俺。足とか危ない危ない。近づくものみんな傷つけちゃうんですよね、うん、みんな撃って、みんな撃って、動いてるものを撃っていくから。うわー、下がひどい、ちょっと。ひどい。死体だらけな。あれ、カバン背負ってるゾンビとかいるんですね。いいですね。あれは明日の俺たちかもしれない。そういうことか。ちゃんと頭狙ってないと死んでるね。あ、なんかここのスパイク壊された気がする。スパイク、床壊されましたね。死ね。
やれんか。危ない危ない、落ちる落ちる。これ落ちた時って、うん、もうさよならでしょ。ですよね、うん、誰も助けにはいけないと。誰も助けにいけない。だって行ったら死ぬもの。死んでしまうもの。俺落ちたら本当におしまいだよな。落ちたらもうどうにもならない。床は壊されてる。壊されてますね。入り口がだんだん入り口じゃなくなってきてる。やばい、これはやばい。入り口の原型がなくなってきてる。でもまあ少ない方だよね、まだね。どうなんですか。まだ少ない方ですね。というよりあの強いゾンビがいないんですよ。ああ、特殊な、さっきみたいに叫ぶやつとか。そうそうそう、そんなやつとか。警官ゾンビとか呼ばれる警官ゾンビとか。はい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 。特殊なゾンビが少ないから数だけで来てるんで。でもこういう方がゾンビっぽいけどね。まあゾンビ単体の強さもレベルが上がっていくと徐々に上がっていくみたいなんで、普通のゾンビたち。ああ、硬くなるみたいなね。はい。ああ、やばい。やばいやばい。これ、針がなくなる。弓矢は？弓矢は？継続ダメージがなくなっちゃいますね。ってことは突破される？突破は大丈夫でしょう。それはだってこの拠点だもん。作った本人が大丈夫だって言ってんだから。ああ、まあそうですよね。全然大丈夫だよ、ね、ベテラン設計士が匠が作ってくれました。あ、そうだよ。あ、だから我々は安心してこれのんびり戦えるわけだよ。感謝しよう、神に。神に感謝しよう。冷や汗が出てるのか。あ、ダメだ、大丈夫、あと2時間しよう。大丈夫、持つ持つ、絶対持つ。ほら、銃をリペアしなさいって出てる。マジか。あ、じゃあ銃もう使えないですね。グッバイ。これリペアってどう。リペアキットを持ってないと。あ、俺持ってるよ。やるな、中で、中でやろう。中で、うん、ここ開かないの。え、ちょっと置いてくの、置いてくの。頑張って頑張って頑張って。そっちか、入る。ここ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 ええここに入って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 。置いて置いて。ちょっと待って置いて置いて。直すから直すから、銃置いて。はい、オッケー。これね、ハンティングライフルリペア、プリーズ。オッケー、直した、待ってね、待ってね。直した、はい、置いた。頑張って。あ、大丈夫でしょ、直ってるでしょ。完璧です。オッケーオッケー。助けに来たぞ。ホーリーホーリーホーリー、助けに来たぞ。どんどん増えてる。よし。あれ、なんか当たって、どっか当たってます。ここになんかあのライトがあるんですよ。ライト、あれに当たっちゃうんですよね。オーライト。これだいぶスパイク壊されてるね。ない、ないでしょ。ないですよ。ほぼほぼないっす。あ、燃えてるゾンビ来たな。燃えてるね、今日も。燃えてるゾンビ結構すぐ体が壊れるイメージが。てか動き早いんだな、燃えるゾンビって。暑いからね、そうですね、暑いから、ね、あー暑いって。死んじゃう死んじゃうって。あ、何の声だこれ。なんか、弾がそろそろ、これやばいんですけど、あと50発。え、何の弾？ボーガンです。大丈夫でしょ、あと1時間だよ。大丈夫、大丈夫。いけるいけるいける。いける、自分を信じるんだ。この拠点を作った、信じるんだ。お、またディスクジョッキーが始まってるよ。動くんじゃない。よし、頭ちゃんと合っていけば。あ、動いてる人がいる。一撃で倒せる。あ、新さん近く。あ、じゃあいや、これ堀さんか。いける、これ。いけるでしょ、もう。いけるでしょ、もう終わりでしょ。あ、30分でしょ。あ、じゃあこれちょっとあれですね、ちょっと下に降りても全然いけんじゃないですか。うん、いいよ、行って。あ、うん、行ってみ。ちゃんとサポートするから。
サポートするから。大丈夫いけるいけるいける。本当に？うん。いけますよ。もうだけないじゃん。もう終わりで、あーいったー。さあ来いよ。いったー。あれが、おい、ホーリーさん、あれが的だ。新しい。新しいあれが的だ。やめろ。あれが新しい的ですよ。息がいい。ちょっとあれ、当てるの、当てるのが難しい、ちょっと。いた！ちょっとうわって言ってる。終わりましたね。これもう、ボーガン。だいたい終わったでしょう。ボーガンの、来ないですね。なくなったね。あ、でも、ハイズリがちょっと来てる。あ、来てるね、来てるね。あれ倒す。ハイズリもちょっと来てる。遅れてきた、勇者。え、どっから？いや、もう倒しました。倒しましたよ。あら。あ、まだハイズリ来てるね。あ、一人来てる、一人来てる、来てるよ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 、あ、どこじゃなくて来てるよ、来てるよ、倒してね、ちゃんと。頼むよ。頼むよ、ほら、来た来た来た。あ余裕こいてるけど。外したあ、終わった終わった。あ、遅くなった。あギリなんだよ。はい、外した。なんで下手くそだなぁ。あ、倒した。危ない危ない。いやぁ、7日目終わったね。入り口どんな風になりました？それ見に行こう。結構ボロボロですよ。飛び降りたらダメージ食らうよね。ちょっと食らった。ちゃんと降りよう。いやー、7日無事に過ごせましたね。はい。うわ、ってこれ結構どころか、もう何も残ってない。これ全部針だったですもん、この針。これ、あれだね、きっちり壁際ここなくなってるね。ないんですよ。こっち側もなくなっちゃったんですよ、ほとんど。これゾンビあさった方がいいんだよね。あ、こっち側も結構ないな。本当だ。ご苦労様でした。お疲れ様です。いや見てくださいよ、僕完璧な設計じゃないですか。ね。これはやっぱり。さすが匠ですわ。匠の仕事だよ、ね。完璧な設計って並べただけなんですか。あ、蜂蜜出た。あ、違う、オイルだ。最後のブジュレブジュレってやつやめてほしくないですか。ブジュレそうブジュレそうあれがなんかすごい嫌な気持ちになる。正直これもういらないですよね。これいらないこれ。あーこれ補強しちゃった。あー平和が訪れたよ。朝だなー。この拠点もすごいな。バーバーに見えないバーになっちゃいました。僕なんでここまで来ても豆腐みたいになっちゃうんですかね。何もやらせても豆腐ですね。いや建物が豆腐じゃないですかこれ。豆腐です。このレンガ作りはいいですね。強い木とはもう全然違いますわ。だからやっぱ既存の建物だとあれだよね。こういう最初からレンガの作りになってるとか、コンクリートの作りになってるとか、そういうのがあるから、まあ、一箇所を守ればいいってことだよね。うん。うん。いやー、新しい朝が来て7日間、終わってみてどうでしたか？見てどうでしたか？どうですか？さん。いやー、やっぱあの、はい、仲間に撃たれたのが結構、なりました。外したつもりだったんですけど、ちょっと当たっちゃいました。思ったより動きが良くて。いや、あの、6日目以降からの、あの、武器がいっぱい手に入ったのが結構秘訣だった気がしますね。これなかったら、厳しかったんじゃないかな、ね。クロスボウだけだと結構きつかったかもしれないですね。やっぱり、その木さんが見つけてきたものが良かったと。ええ。ね、まあそうです。遠回しにそう言ってました。なるほど。いや、まあまあ、あれですね、一回も死なずに来ましたね。あ、確かに。あ、そうだ。すごい。すごいよな。それすごい。
まあ最後一人も一回も死んでない。最後染木さん殺されかけましたけどね。まあ生きてる人間が一番恐ろしいっていう証拠ですね。確実に当てていきましたね。7日間のセブンデイズでした。あ、スレッジハンマーの設計です。へえ。いやこれあれだね。はい。ここまでやったからなんか名残惜しいね。ちょっと。ああ。この後は今度は銃器が手に入ったり、ツールももっと強いもので、やっぱ鉄を採取したり、火薬の材料とかを手に入れるために地下を掘っていかなきゃいけない。できたりとか。なるほどね。あとそのうちだんだん鹿とかが取れなくなってくるんで、農業をやっていかなきゃいけなくなるんです。ほう。鹿が取れなくなってくるっていうのはどういうこと？ある一定以上のペースで、うん、鹿狩りをやっちゃうと動物が近くに湧かなくなるみたいなんですよ。ああ、絶滅しちゃうみたいな感じ。そうそうですね。その時のためにコーンを育てたり芋を育てたりして農業をやっていくと。なるほどね。あ、シフトしていかなきゃいけないんですね。そうそうそう、文明ですね。そうです。では体温は90度。鉄から今度はスチールに変わるかな。スチールにシフトし、道具もシフトします。なるほどね。あ、よりさらになんか性能がいいそうそうそうものに。はい。鉄ピッケルが今度はツルハシみたいな。ああ、はい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 、変わってきますね。今ないですけど。でそういうのを作るために作業台が必要になっていう、ほとんどの要素が増える感じです。で作業台を作るのにはいろんなものが必要で、それをまた探索じゃないと手に入らなかった。やっぱりこれ一人だと大変ですよね。だからね、そうですね、やることがいっぱいあって一人だと大変なゲームです。なんかある程度こう目的意識をしっかり持って集めるなら集めるってやっていかないと散漫になっちゃうんですよね。ラニコも大変そうだよね、うん。拠点作り今回我々はやれてないけど、拠点作りをしようと思うと、はい、その時間も必要だし。そう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 、大変だ。ここまでのものができないかもしれないですね。たまたまスパイクを20人まで持っていきましたけど、あれがスパイク10ぐらいしかなかったら、ああ。バイク早めになくなって、で、今度は壁を叩かれ始め、どっかの壁を破られ、一階を占拠され。中にゾンビが入ってきて。で、二階で戦ってたら、こう、ゾンビ、組体操を始めるんですよね。重なっていくんですよね。で、二階にまで上がられ、気づいたら屋上で必死になって。で、建物は重力の概念があるから、そうですね、壁をいっぱい壊されると建物が崩落する、部分的に崩落していく。へえ。まあこれはこのレンガの家は相当大丈夫ですけど、木造はやばいそうですね。木造はやばい。これはあれだね、やっぱ一人でやるときっていうのは既存のやつを使うなら素材選びからってことだね。ああ、なるほど。あ、頑丈そうなね。頑丈そうな家を。ちょっとこう、半壊してても、これは頑丈でしたね。だ、銀行とかめっちゃいいんじゃない？いや、銀行、全部、一回は紙同然の、やられますよ。銀行の何でしたっけ？染めさんが開けた、あそこに入り込むっていう。あ、金庫室か。あそこは硬いですもんね、めちゃくちゃね。それでフェラル終わるまであそこで閉じこもって。あれ、俺骨折れてる。あ、降り、あ、さっき飛び降りた時じゃない？飛び降りた時だ。うん。折られたんだな。ちょっとです。そうか。
よくやった。いやー、1週間あっという間でしたね、ほんと。ね。普通に終わってしまった。うん。僕はお腹が減りました。リアルで。リアル。僕もリアルでお腹減りました。じゃあ、今回のこの、セブンデイズ7日間は、10代、とりあえず、はい。7日間、体験してみました。はい。一人でやった場合にはもっと忙しいセブンデイズになる。また、どこかでお会いしましょう。はい、お会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。